え、なにこれ、うお、見かけいかついな、なんだこれ。あ、森脇竜とか輸送されてる。あはは、ビュート。輸送中。大丈夫そうだね。置き換えできない臭いな、これ。切り替えられるの？本当に？あ、置き換えオン。なるほど。置き換えよう、置き換えよう。よかった、電気柵ゲット。で、ここはもう一回閉鎖しましょう。ここは。ここ閉鎖。閉じて。一回閉鎖して、電力の供給だな。まずは。なんとか落ち着いたか。心地よさがちょっと足りないっぽいな。草原が足りない。うわあ、びっくりした。な。病気にかかった恐竜がいるなら、さっさと治療するべきだ。いや、病気は大丈夫です。ないと次に治療が必要になるのは。少し狭いって感じなのか。いや、まあ、とりあえず森脇竜とは、とりあえずここで置いておこう。で、患者を癒す。セキュリティ部門のトップです。あ、はじめまして。あんたと彼女たち。そして俺の安全はがっちり守るぞ。島へようこそ。いや、すみません、さっきまでやばかったんですよ、かなり。今さら来られても。恐竜には戦う生物としてのポテンシャルがある。その野生を保たせつつ、こっちの制御下に置かなきゃならない。そう、俺を含めて全員が恐れているのは、この動物たちが把握中を自由気ままに走り回ることだ。あ、確かにそんなことだったら大変ですよね。だからこいつをグローバルに活用しようと思ったら、確かに確かに。少しはそんなことがあるはずはないよ、けどあってはならないよね。もう完全にそんな許されない。最近思うようになったんだが、恐竜が俺たちをどう扱うかは、俺たちが恐竜をどう扱うか次第なんだ。うん、確かに。ブルーを見てみろ。そうですね、普通なら真っ先に餌になるやつから毎日餌をもらってる。うん、彼女はどう感じてるんだろうな。確かにね。そうだね。まあ少し待機って感じですかね。利益を生み出すために。病気の動物、ああ、病気の動物、誰だ、光るか、じゃあいっか。はい、ということで、まあ、電力がですね、まあちょっと必要になってきてるわけで、しょうがないな。どいたどいた、しょうがないから光るの病気治しに行こうぜ。ああ、すごい、もうなんか待ってる待ってる。あれ、どこ行った、あれどこ行ったの、光る。おい光る、どっちだ。行きましょう。あ、いたいた、光る。あなた、あの動物を救う責任者よね。治療しなきゃ。いや、分かった、待って待って。え、めっちゃ病気になってる。結構やばいな、逃げ回ってるぞ光る。おいおい、落ち着け光る。よし、大丈夫か、投薬中。お疲れ様でした。おーし、 OK。じゃあ帰ろうか。草食獣フィーダーを補給っていう仕事もあるのか。フィーダー補給しますか。これならこれほどのことはできなかった。そうなの。これができないのか。大丈夫かお前。この仕事もできないのか。ちょっと危険だぞ。はい、ということで戻ります。で、なんだっけ、写真を撮るっていうのは、あ、フィーダーから食べている写真を撮る、これをやんなきゃいけないのか。オッケーオッケー、了解。さっきいっぱい写真撮ったんだけどな、餌を食べてる写真。あれ、あ、餌撮ってる写真。ちょっとなんで開いてんだ。俺が入んなきゃいけないっぽい。やばい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 、切れてる切れてる。おい、ヤギ、お前らが食われるのは大丈夫かな。ヤギ怖っ。あいつ向かってくんじゃないか、こっち。リュウトやべえな。剣だ、あの動物。こんな動物、うん、こっち来てね。おい、こっち来てるぞ、こっち来てるぞ。俺餌じゃないって。ああ、あれあれ食おうとしてんのか。オッケーオッケー、どうだ。おお、報酬受け取る。大丈夫かこれ。死の反復ペナルティー、報酬受け取る。まあこれでフィーダーから食べてる様子を取るっていうのはなんか達成されたことにならないな。リュートが来ないうちに脱走しよう。草食動物の方でやってみるか。大丈夫、うおー、大丈夫かこれ。まっさや、食え食え食え。あ、食わん。やべえなこれ。いや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 、俺で遊ばんでくれや。
これ食ってる？フィーダーから食べている。オッケー。自分で取ったんですか？そうだよ、自分で取ってきたんだよ俺。よし、契約完了、行くぞ。あの契約はこれにてクローズだ。いい仕事だったよ。よし、さあ行きましょう。すごい、君の評判はぐんぐん上がってるね。あの仕事で評判が上がるのか。エンターテインメント部門からもイスラマタンセロス島での仕事に対して報酬を差し上げよう。すごいね、あの仕事っぷりで評判が上がっちゃうのか。発電所作ろうか、とりあえず。ほい、ちょ、隅っこに作りましょう。ここもな、手狭になってきそうだな。だってこの辺ぐらいまでしかないっしょ、結局。もっと大きな場所に行きたいね、そのうち。この評価がね、島の評価が上がれば、なんか新しい島みたいなところにもね、どうやら行けるっぽいんですよね。イスラムエルタ島、イスラヌブラル島、島の評価が3にならなきゃいけないのか。なるほどね。とりあえずはここで頑張りなさいということらしいですね。ここをとりあえず開けるか。はい、あとは調査チーム、調査チーム行ってくれ。あとはここは開けなくてもいいか。うん、レンジャー基地はちょっと開けますか。開けてレンジャーチームスケジュールのアップグレードを行う。すげえ、スキンの変更いろいろあるんだ。これがいいな。でもアップグレード、レンジャー研究が必要か。そういえば研究施設で研究とかサボりまくってんな。研究しましょう。研究センター。施設。レンジャー施設。これか。訓練シミュレーター、投薬任務中のレンジャーチームの射撃精度は向上する。レンジャー基地、スケジュールユニットに使うと、アップグレードした基地のレンジャー、これにしよう。オッケー。お客さんは全然いっぱいいるね。またこの辺増やすか。ちょっと。この辺まだ孵化させないもんね。ゲノムの編集とか俺やってないな。これってどういう機能？おー、すごい！へぇー！遺伝子、回復力、すごい！これ面白いな。生存期間。塗る、対立遺伝子、入手元、ウシガエル。へぇー。心臓強さ。生命力ダウン。生命力ダウンすんのかいな。これ最強の生物作れんじゃん、ゲノム編集で。外見。あ、なるほどね。これで色変えれるわけだ。サバナパターン遺伝子、恐竜の脅威。え、ちょっと待って。はぁ、あ、ちょっと待って、脱走してしと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 、電気柵打ち破ったのかあいつ。恐竜鎮静化してください。勝手にこれでやってくれるのかな。まあそうだよな、勝手にやってくれる機能ないと結構大変だよな。レンジャーチーム、これ修理すること。電気無理か、電気流れてない。なんだと、電気柵を設置するだけじゃ電気は流れないのか。いや、消費電力量、いや消費してるような気がするんだけど、やっぱ居心地が悪いのか。あ、でも余裕だわ。割と余裕でできた。さっさとこれさえあれば別にっていう。電気は足りてると思うんだけどな。もう柵広げようか。ちょっと居心地が悪いから脱走してるんだろうね、多分森脇も。もう少しじゃあ広げましょう。こんなもんでどうすか。で、で、土地の造成、草原が欲しいんだよね、確か。これで草原いっぱいだよ、森脇。これ大丈夫なのかな、これ。こうやって、さすがにこれはまずい気がするな。まあ、壊されるまでちょっと一旦ここに置いとくか。これで大丈夫かな。まあ、柵なんかに森脇は縛られねえってことだな。居心地はどうなんだろう。おい、森脇大丈夫か。森脇。あれ森脇どこ行った。あ、いるいる。心地よさ。あ、な、心地よさ上がってるね。あー、森脇も大満足や。森脇濡れてるぞ、なんか。黒いな、こいつ。なんか、お空いたんだよなーって。なんか眠ってる間俺空飛んでた気がすんだよなーみたいな顔してる。上見上げて。かわいいな、こいつ。あ、エドモンドサウルス。え、なにこれ。うお、見かけいかついな、なんだこれ。はえー、こんな頭してたの、ほんとに。すごいね。うわー、かっこいい。あー、おパシかな。